私は今から町へ行きます。何か欲し物がありますか一番目の娘はドレス。二番目の娘は真珠のネックレスが欲しいと言いました。三番目の娘、ベルは一番優しくて一番かわいい娘です。ベルは言いました。 私はバラが一輪欲しいですし人は町へ行きました帰るとき急に嵐になりました馬は動きません <laughs> 前に進むことができませんもうダメか。と思ったとき森の中に。 光を見ました。お城がありました。ああ、今夜はここで休みたい。証人は独り言を言って、お城のドアを叩きました。ドアが開きました。すみません。誰がいますか大きい声で言いました。でも、 誰もいません。勇気を出して中に入りました。大きい部屋にテーブルがありました。温かい晩ご飯がテーブルの上にあります。でも、誰もいません。商人はお腹がついていましたから、座って食べました。 お城の中はとてもきれいでした暖炉に火が燃えています2階の部屋にベッドもありますし人は疲れましたからそのベッドで寝ました次の朝、広い部屋へ戻るとテーブルの上には朝ごはんがありましたし人は朝ごはんを食べました この城の主人はとても寛大な人だ。と証人は思いましたお礼を言いたいですからお城の主人を探しましたでも誰もいません証人は外へ出ました庭に藁がたくさんありましたそうだ ベルはバラが欲しいと言った。思い出して、証人はバラを一輪取りました。突然、恐ろしい野獣が現れました。れっぱな服を着て、赤い目で証人を見ています。野獣は恐ろしい声で言いました。 おんじらずな男だ。お前は私の晩ご飯を食べて、私のベッドで寝て、私の朝ごはんも食べた。それなのに私の大切なバ薇を取った。死にたいかすみません。よろしくください。殺さないでください。私はバラが欲しくないです。 私の娘がわらが欲しいと言いましたから。取りました。じゃあ。お前を殺さない。かわりにその娘を。連れてきなさい。わかりました。証人は。約束しました。証人は。うちへ帰って。娘たちに話しました。 ベルは言いました。お父さん心配しないでください。私が助けます。約束を守って私をお城へ連れていってください。ベルをしょは娘を抱きしめました。し人はベルをお城へ連れていきました。 ベルは野獣が自分を殺すと思いました。でも野獣はベルを見て丁寧に挨拶をしました。よく来たね。このしろ自分の家だと思ってじに過ごしてください。ベルは野獣を見て怖いと思いました。でも、 だんだん大丈夫になりました。ベルはよくロ炉の前で長い時間刺繍をしました。野獣はずっとベルを見ていました。少し話をしました。野獣との会話もだんだん楽しくなりました。そしてベルと野獣は友達になりました。 ある日、野獣は言いました。ベル、私と結婚してくれますかベルは答えることができませんでした。こんな醜い怪物と結婚死んだ方がましと思いました。でも、野獣は悪い人じゃありません。 とても親切です。それに断ったらお父さんを殺すかもしれませんあの私はベルは何も言うことができませんでしたえわ、ー、かりました野獣は言いました大丈夫です 私は怒っていません。私たちは、えー、友達ですから。え野獣はそれ以上何も言いませんでした。ベルは少し悲しくなりました。その後も二人の生活は 変ベルはせんベルの暖炉で前で刺繍をして野獣はベルを眺めて話をしましたある日、野獣はベルにプレゼントをあげました会いたい人を見ることができる魔法の鏡ですこれでもうあまりさばしくないですね。 と、野獣が言いました。ベルは長い時間その鏡を眺めました。ある日、野獣は鏡を見て泣いているベルを見つけました。どうしましたか父が病気です。明日死ぬかもしれません。会いたいです。 ダメだめだと野獣は言いました。この城から出てはいけない。ベルはもっと泣きました。<laughs> 野獣は川蔵に思いました。えー、じゃあ7日だけ帰ってもいいです。7日後、 絶対にここで戻ってください。ベルは喜びました。約束します。ありがとう。ベルは家へ帰りました。承認はベルが心配でしたから、病気になりました。ベルを見ると、病気はすぐ良くなりました。 ベルは家族にお城での生活や野獣のことを話しました。姉たちはベルがねたましくなりました。ベルはお城に戻らなかったら野獣が怒ると思いました。それでベルにとても優しくしました。ベルは嬉しくなって野獣との約束を忘れました。 8日目、9日目が過ぎました。10日目の夜、ベルは夢を見ました。野獣が倒れています。死ぬかもしれません。ベル、会いたい。私のところに、ああ、戻ってください。ベルはすぐ起きました。 おちを出て、馬に乗りました。急いで。急いで。お城に着くと、ベルは走りました。お城の中に、野獣は。いません。どこどこですか?。二羽に行きました。野獣が、バラの中で、倒れていました。 目を閉じて全然動きません。ベルは野獣を抱きしめました死なな。死なないで死なないで。ベル戻ってこれた。これで私はああ幸せに死ぬことができる。だめです死なないで。 生きて私の夫になってください,ださい奇跡が起きました野獣の顔がハンスムなかわいい男の顔になりましたああ私はこの瞬間を待っていた彼は目を上げて言いました悪い魔女が 私をほんにわたしをあいしてくれるひとだけがわたしを人間にんげんにもどすことができましたありがとうベルふたりはけっこんしましたそしていつまでもしあわせにくらしました Okay so that was all for this lesson, I hope you enjoyed this and did you understand it? This was a beautiful story, don't you think so? And this was so beautiful, at the end, it's a happy ending. It is one of the most famous story of a Disney princess called Belle or Melu in Japanese. I hope you loved this video and if you did, do not forget to like, share, subscribe if you haven't yet and comment and let me know your experience. You can watch it one more time to carefully observe the kanji and the meanings of the word in order to understand it to the fullest. Because at the first time, everything seems difficult, isn't it? So if you enjoy this, I'll see you in the next lesson with more such videos. Do not forget to check out the part 2 of this in my previous videos. It is a good way to practice JLPT N5 reading, listening, as well as writing skills. These two are these scary stories. So if you like them, do not forget to check it out. See you next time! Till then, keep learning and stay safe. Mata ne!